そうなんですよ、今日で終わっちゃうんですよ、最終回なんですよ。寂しいんですよ本当に。この間緑山スタジオ最終日っていう日があって、で凛子さんちのセットがあったりとか、で尾花が寝泊まりしてたガレージがあったりとかで、よくみんなで朝食を食べてたあのキッチン前のねテーブルとか、ああもうこのセットで撮影しないんだって思いながら、グランメゾン東京の厨房と客席、お店の中のセットと凛子さん家っていうのは隣り合わせに立ってるんですけど、ああもう凛子さん家撮影しないんだって思いながら、グランメゾン東京のセットに入っていって、おはようございますって言って撮影始めて、それでまあ何シーンかグランメゾン東京のセットの中で撮影をして、じゃあちょっと休憩入りますって言って、昼休憩入りますって言って、そのセットからファッと出て、チラッと横見たら美術さんたちのあの撤収の速さあれはね、なんだろう、さっきまであった凛子さんちのあの台所の前の一連のものが全てなくなってるんですよ。ああもうないっていう、やっぱちょっと寂しかったですね。そのタイミングで京野さん、相沢さん、萌えちゃん、カンナちゃん、あと金ちゃん、ガンちゃんっていうのが二人いるんですけど、まあ、みんな同じタイミングでクランクアップしたんですよ。でみんなにこう花束を渡して、まあ熱い抱擁したり握手したりしたんですけど、びっくりしたな。まさか沢村さんがあんなに感情的に、なんかご挨拶の時にやばい俺泣いちゃうとか言いながら、あやばい、なんかでも本当にあの今回木村君とも初めて連続ドラマ一緒にやらせてもらって、本当になんかって言って、あんなに感情的になる京野さんというか、そのクランクアップした時に沢村一樹さんがああいう感じになるっていうふうに想像してなかったんで、なんか感慨深かったですね。みんながこうアップしていくっていう、みんながこう撮影現場にいなくなるのが嘘みてえみたいな、だから残された自分と平子翔平と早見凛子はなんかこう、あれうちら以外みんな終わりじゃねえみたいな、そういう感じで、だから本当に撮影現場はいいチームで動いてますよ、マジで。